ロビンフッドの冒険は1938年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。公開以来、本作は批評家から高い評価を得ており、1995年には文化的、歴史的、芸術的に重要な映画としてアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。高い評価と興行収入を受け、続編。 サーロビン・オブ・ロックスリーの制作が企画されたが、実現せずに終わっている。ロビン役のフリンとマリアン役のハビランド氏指針王、リチャードは、第三回十字軍からの木と、彼に恨みを抱くオーストリア公に捕らえられてしまう。リチャードの不在を後期と捕らえた王帝ジョンは、ノルマン人たちと手を組み、イングランドの王位を狙うようになる。ジョンは、サクソン人たちに、リチャードの身の代金を支払う。 という名目で重税を課し、逆らう者を弾圧し、恐れられるようになった。ある日、ジョンの腹心愛嬌は禁止されている鹿狩りを、行っている男マッチを目撃し処罰しようとするが、サクソン人貴族のロビンに邪魔されてしまう。ロビンは、サクソン人を迫害するジョンに憤慨し、仲間を集めて、反乱を計画する。ロビンは、ガイの城に乗り込み、宴会に、 招待されていたジョンと相対し敵対することを宣言する。ジョンの追っ手から逃れたロビンはシャーウッドンの森に向かい、ジョンは彼の借位と財産を剥奪して死刑を宣告する。やがて呼びかけに応じた人々が森に集結し、ロビンはリチャードが帰還するまでの間、イングランドをジョンたちから守り抜くことを誓う。ロビンたちは サクソン人たちに暴力を働く兵士たちを殺し、ジョンに従う諸侯から金品を奪い取り、彼らから恐れ得られるようになる。そんな中、ガイはリチャードが貢献を務めるマリアン姫を城に迎え入れるため、ノッティンガム州長官と共に、シャーウッドの森を通りかかるが、ロビンたちに襲われ徴収した税を奪われてしまう。ロビンはガイたちを森の宴会に招待し、そこでマリアンに、 ジョンに抵抗する理由を伝える。マリアンは、ジョンの圧勢によって迫害され、ロビンに助けを求めて集まった人々の姿を見て、ロビンに対する認識を改める。マリアンは、ロビンの仲間に送られ、森を後にし、身ぐるみを剥がされ、森を追われたガイト長官は、ジョンの元に釈明に行く。激怒するジョンに対し、長官は罠を仕掛けて、ロビンを捕らえようと提案する。数日後、 ジョンが主催する弓腕大会が開かれる。優勝者にはマリアンから黄金の弓が手渡されることを知ったロビンは罠だと知りながら大会に出場し、ガイの家来を打ち負かして優勝する。ロビンはマリアンから黄金の弓を受け取ろうとするが、ジョンの騎士たちに捕まり連行されてしまう。ジョンはガイに処置を一任し、ガイはロビンに死刑を宣告する。マリアンはロビンを助けるために、 彼の仲間の元に向かい、救出するための協力を申し出る。翌日、広場でロビンの死刑が執行されようとするが、マリアンの手引きで侵入したウィルたちによってロビンは助け出され、城から脱出する。その夜、ロビンは城に侵入してマリアンと再会し、二人は互いに愛し合っていることを確かめ合う。その頃、森で金品を奪われた司教は酒場に立ち寄ると、 そこには帰還したリチャードがいた。司教はジョンに兄王の帰還を告げるが、報告を受けたジョンとガイはリチャードを暗殺して王位を奪おうと企む。ガイはリチャードに恨みを抱く離婚に暗殺を命じるが、その計画をマリアンに聞かれてしまう。マリアンはロビンに王の危機を知らせようとするが、ガイに捕らえられ、二日後にジョンが王位を宣言した後に処刑することを宣告する。 マリアンの次女ベースは、マッチに事情を伝え、ロビンに助けを求める。マッチは、森で離婚を待ち構え、一気打ちを挑み、傷つきながらも離婚を倒し、通りかかったウィルに助けられる。マッチから話を聞いたロビンはリチャードを保護しようとするが、直前に、森で出会った男が、王は安全な場所にいると答え、自身がリチャードであることを告白する。ロビンは、リチャードと共に、ジョンを倒すため、 彼の即位式が行われるガイの城に向かう。司教の随行者に扮したロビンたちは即位式に乗り込み、ジョンの家来たちと戦闘になる。ガイはロビンに一気打ちを挑むが、激戦の末にロビンに倒される。ロビンは仲間の助けを借りて、マリアンを助け出し、リチャードはジョンを降伏させ、ジョン一派をイングランドから追放する。イングランドを取り戻したリチャードはロビンに褒美を。 与えようとし、ロビンは仲間たちの恩赦を求める。リチャードは仲間たちに恩赦を与える一方、マリアンとの仲を見抜き、彼女との結婚を命じる。マリアンと結ばれたロビンは仲間たちの喝采を浴びながら、城を飛び出し、リチャードに対して、あなたの命令に喜んで従いますと答える。1967年10月27日には、日本語吹き替え版がテレビ名画座にて放送された。 メディアを再生する横加編本作は、ワーナーブラザースが当時制作した映画の中で最高額の200万ドルの制作費が投入された。また、テクニカラーで撮影した映画としても当時の最高額を記録している。ロビンフット役には、ジェームズ・キャグニーが予定されていたが、彼がワーナーとの契約を解除したため、代わってエロール・フリンが主演に起用されることになったが、 その影響で撮影が3年遅れている。撮影はカリフォルニア州の各地で行われ、チコのビットウェル公園ではシャーウッドの森のシーン、パサテナのロワーロー公園では弓腕大会のシーンが撮影された。ニューヨークタイムズのフランク・ニュージェントは豊かに生み出された勇敢でロマンティック、そしてカラフルな物語は今年の最優秀賞の前に飛び出してくると評価した。 フィルムデイリーは主演のフリンについて、優れた方向性と理想的な選択肢と評価し、本作を最高のエンターテインメントと評価している。ハリソンズレポートは、素晴らしいエンターテインメントと絶賛し、冒険、ロマンス、コメディ、そして人間の魅力が全ての観客を満足させるために巧みに取り込まれています。ロビンとガイの一騎打ちは、 これまでに撮影された剣劇の中で最高にエキサイティングなものですと批評した。ロッテンタメイトスでは44件のレビューが寄せられ、平均8.9、10点、支持率100%となっており、同サイトで29位の順位を記録している。ありがとうございます。